どうも、石井隆です。この1分間勉強法はどうやって思いついたんですかとか、石井さんのオリジナルメソッドですかとか、他の速読術のパクリなんじゃないかとか、いろんなことを言われたりするんですけれども、実際はですね、怪しいことを言ってもいいでしょうか。はい、怪しいことをこれから言うので、これに関してはもう怪しいと言われてもしょうがないかなというふうに思っておりますが、なんと1冊1分のメソッドというのは400年後のメソッドです。400年後の未来人が使っているメソッド、これが1冊1分のメソッドです。言っていいんでしょうか。400年後のメソッドなんです。で、実はですね、時空ジャンプというこのまた怪しい技言えば言うほど怪しいですね。いやでもこの件に関しても怪しいと言われてもしょうがないと思います。で、僕ね、時空ジャンプについて研究していた時期がありまして、時空ジャンプって何かっていうと、未来に行って情報を引き出してくるっていうトレーニングをしていた時期があったんですよ。変ですよね、おかしいですよね。で、その時にたまたまですね、僕、速読とかを勉強もちょっとしたりしてた時期だったので、その時になかなかこう1冊10分の壁っていうのが切れなくて、いやもう1冊10分は無理だと、1冊10分には挫折して、1冊1分の方法を編み出そうと思ったんです。でもどうやらこの1冊1分っていうのは現代では無理だと、誰も編み出してる人がいない。だって編み出したら知ってるわけじゃん。でも誰も編み出してる人がいないので、これはきっと100年後、200年後、400年後の未来だったら1冊1分になっている人がいるはずだと、このメソッドはもう確立されているはずだというふうに思ったわけですね。で、そこで、僕時空ジャンプを試みまして、あの時空ジャンプってね、欲しい結果を紙に書いて貼って寝るみたいな技があって、これもちょっと、見よう見まねやっても多分皆さんできないと思うんで、ざっくりだけしか説明してないんですけど、その1冊1分になる方法が分かりましたっていうふうに紙に書いて天井に貼ってですね、それを見ながら寝てたわけですよ。そうしたら朝起きた瞬間に、おお、分かったって言って僕は目が覚めたんですね。そうか、10ミニッツリーディング、5ミニッツリーディング、1ミニッツリーディングだと、この3つだ。で、10ミニッツリーディングの練習をして、5ミニッツリーディングの練習をして、1ミニッツリーディングの練習をするという、このやり方を身につけて 0.5 秒でめくれるようになれば、それが1冊1分になる方法論であると、朝起きた瞬間にメソッドのこう習得方法が降ってきたわけです。あ、これ400年後だってその時に思いました。あのね、いろんな時空ジャンプとかをしてる訓練の時に、あ、これ何年後ぐらいだってなんとなく分かるんですね。で、それがこれ400年後だって思って、その1冊1分の方法を思いつきまして、もう思いついた、これ僕が思いついたという、パクリと言われれば本当にパクリで、400年後の未来のパクリみたいな感じですね。だから多分現代のメソッドでは出てきてないんじゃないかなっていうのは思います、この1冊1分という技は。でも400年後の未来では当たり前となっている技を僕が時空ジャンプで取ってきて、それを皆さんに今伝えてるっていうのがこの1分間勉強の成り立ちなわけですね。だから怪しいかと言われたら、すいません、もう怪しいです。その成り立ちについてはね、メソッド自体は全員ができるんで怪しくないんですけど、どのようにしてこの方法が思いついたのかということに関しては、時空ジャンプなんで、時空ジャンプと言われたらが怪しいですかと言われたら、それは怪しいということはちょっと認めます。この時空ジャンプの怪しさはちょっと認めるんですけど、でもこの1冊1分のメソッドは本当で、で確実に、ああこれ400年後だなっていうふうに皆さんもね、セミナーに来た方は皆さん、ああこれ本当多分400年後こうなってるんですねっていうことがすごく腑に落ちて帰られる方が多くて、だから400年後の未来人にはできて、現代人にはできない、知らないだけ。400年後にはもう脳科学とかもどんどん進んでますし、その時点ではこうやって1冊1分で読むっていう方法が解明されていて、たまたまその方法を僕は時空ジャンプで未来から取ってきたというだけで皆さんにお教えしているということで、なので現代人には怪しいかもしれないんですけど、未来人にとっては当たり前と、そういうメソッドをお伝えしていますので、怪しいのは、成り立ちは怪しいけど、メソッドは本物みたいな感じに思っていただけたらなというふうに思います。チャンネル登録がまだ済んでいないという方は、ぜひこちらからチャンネル登録をお願いいたします。